アルフォンソ10世はカスティーリア王国の国王。一時ローマ王でもあった。フェルナンド3世と最初の王妃ベアトリスでスワビアの長男である。母のベアトリスは神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世のいとこであり、ボヘミア王をたかる2世は母方のいとこにあたる。学芸の信仰に努めたため、剣王、賢者、学者を意味するエルサビオの別名で知られている。 アルフォンソ十世自身は、権力の基盤は英知にあると考えており、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教をすべる三宗教の王と称されることを好んだ。また、現在のスペイン語の母語となったカスティーリャ語の確立者の一人とみなされており、カスティーリャ語三文の創始者と呼ばれている。彼の知性に、カスティーリャの文化、宗教双方の中心地はコルドバから、 首都のトレドに移り、アラビア文化を学ぼうとするヨーロッパ各地の研究者がトレドに集まった。学術面の功績とは逆に、政治の実績には否定的な評価が下されることが多い。1221年11月23日に、フェルナンド三世とベアトリスの長子としてトレドで誕生する。幼少期の実績については不明な点が多い。 幼児から統治と軍事についての教育を受け、1236年から父が進めるレコンキスタの一環として、コルドバ地方のイスラム教徒の居住地を征服した。1243年に、サンティアゴ騎士団と共に、ムルシアのイスラムの領主アブーバクルを降伏させ、ムルシア地方を支配下に置いた。この時、 バレンシアから南下したアラゴン王ハイメイッセイとハティバで接触、両軍に不穏な気配が生じたが、アルミスラ条約を結び両国の獲得領土とその境界線を取り決めたことで紛争は避けられた。1248年に父が敷いていたセビリア包囲に参加し、翌1249年にハイメイッセイの娘ビオランテと結婚した。1252年に カスティーリア王位を継ぎ、カスティーリア、レオンを相続する。イベリア半島南部のアルガルベ地方の国境部の領有をめぐって、ポルトガル王国と争い、諸子ベアトリスを、ポルトガル王アフォンソ三世に嫁がせ和解した。1254年には、ガスコ入に軍を進め、ガスコ入攻撃の直後に、ナバラ王テオバルド一世亡き後の王位の結晶権を、 主張したため州都イ命一世と対立するが、1256年のソリア条約で和解した。1260年に、モロッコのサレベマリーン町に対する反乱が起きると、アルフォンソ10世は艦隊を派遣して、反乱を助けた。カスティーリ軍は、サレを略奪するが、ムアヒド町の残党の包囲を受けて退却し、モロッコにアフリカ進出の拠点を築くことはできなかった。 1262年に、アルフォンソ10世は、イスラム教の従属王国が所有していた、カディス、ニエブラの直接支配を狙い、カスティーリア軍が占領したため、グラナダのナスル朝との関係が悪化する。ナスル朝は、アルアンダルスのムデハルの反乱を先導し、ヘレス、アルコス、ムルシアなどで放棄が発生した。アルフォンソ10世は、 カラトラバ騎士団の支援を受け反乱都市を奪還。マラガの有力貴族、アシキールーラ家の反乱を支援して、ナスル町に対抗し、ナスル町は、アシキールーラ家の反乱鎮圧に専念するため、両者は1266年には役を締結した。この後、アルフォンソ10世は、ハイメイ1世と騎士団、ナスル町などの支援で、 ムルシアも取り戻し、ムスリム住民を追放して、キリスト教徒を入植させ支配を強化した。1250年代初頭からの神聖ローマ帝国の大空位時代には、母のベアトリスの出自を根拠に神聖ローマ皇帝を請求し、アルアンダルスへの進出を図るピサのギベリンからの指示を受けた。 1257年に、アルフォンソ10世は同じく新生ローマ皇帝候補に挙げられていたコーンウォールクリチャードと共に、ローマ王に選出された。だが、ハイメ1世は反対し、ローマ教皇も波門を示して、即位に反対した。1272年に、リチャードが没すると、教皇グレゴリウス10世は、新生ローマ帝国諸皇からのローマ王選出を、要請し、 1273年にハプスブルク家のルドルフ一世がローマ王に選出された。アルフォンソ10世の試みは失敗に終わり工作に注ぎ込まれた多額の資金と労力は王国に損失をもたらした。セビリア大聖堂に安置されたアルフォンソ10世の筆技アルフォンソ10世は定位を獲得する運動に際して国を開けることが多く、 オーノルスは反乱の温床となった。貴族の一部はアルフォンソ10世の弟、フェリペを擁して反乱を起こした。1275年にアルフォンソ10世が教皇庁に赴いた隙をついて、マリーン朝の君主アブユースフ・ヤークーブがイベリア半島に上陸した。1275年9月にマリーン朝とナスル朝の連合軍は、エシ派でカスティーリ軍を破り、 アルフォンソ10世の義弟であるトレド大司教サンチョが戦死する。反乱の鎮圧に奔走した長男のフェルナンド大使はアンダルシアへ向かう途中のシウダーレアルで病死。翌1276年にヤークーブが退却するまでの間、フェルナンドの弟で次男のサンチョ王子が代わりにセビリアへ到着、イスラム教徒への交戦を指導した。フェルナンドの休止により維持で アルフォンソ10世の孫、アルフォンソ、フェルナンド兄弟とサンチョが、王位継承権をめぐって国内は分裂する。フランスを後ろ盾として、アルフォンソを擁立する勢力と、サンチョを支持する勢力に分かれ、アルフォンソ10世も優柔不断な態度を取り状況は、悪化した。1282年にサンチョは、アルフォンソ10世の敗位と自らの即位を宣言した。サンチョは、 国内の貴族、都市、聖職者、騎士修道会と、ポルトガル、アラゴン領王国からの指示を受け、アルフォンソ10世は、セビリアに追われた。セビリアに逃れた、アルフォンソ10世は山頂を拝着し、マリーン町に援軍を求めた。アルフォンソ10世とヤークーブは、コルドバで、山頂を包囲し、マドリードに攻撃をかけた。しかし、 マリーン朝からの援軍も状況の打開には結びつかなかった。アルフォンソ10世はもはやいくつかの都市にしか支持されず、1284年に62歳でセビリアで没した。死後、セビリア大聖堂に埋葬された。トレドの宮廷のアルフォンソ10世、アルフォンソ10世は国内の安定に向けてアルアンダルスへの再植民、王国の法を 政治制度の統合を重視した。アルアンダルスの建築物は破壊されずに残され、イスラム統治時代の農場や村の境界線は、カスティーリャの支配下でも存続した。カスティーリャは、イスラム教徒が支配した痕跡を払拭するために、アルアンダルスの地名をすべて解消したが、解消後の名前は定着せず、イスラム時代以前の地名が使われることが多かった。 アルフォンソ10世の地下では、王権強化のため、国王裁判所の権限強化、コルテスの定期開催、貴族、帝神の写紙の取り締まり、宮廷儀礼の整備が実施された。王権強化策の根底には古代ローマ法の理念があり、アルフォンソ10世は王である自身を神と地上の、臣民の仲介者と考えていた。国王裁判所での使用を目的に作成された。 七部法典は、地方ごとに異なる慣習を統一する役割を持っていた。七部法典は、他のイベリア諸国、さらには、近代のスペインとその海外植民地の法律にも反映された。法令としての役割以外に、七部法典は、歴史、社会、文学的価値も評価されている。同じローマ法に基づく法令であり、都市法の上位に置かれる。 フェロレアルも編纂された。しかし、こうした、王権強化策に貴族と都市は反発した。アルフォンソ十世は、経済政策、貨幣制度の改革にも取り組んだが、成功とは言い難かった。税を引き上げた者の徴収は難航し、レコンキスタで獲得した、戦利品から得られる利益も減少した。さらに、悪化の発行によって、物価と賃金の高騰を招いた。 アルフォンソ10世が志した王権の強化は、早々アルフォンソ11世の時代に実現する。七部法典が初めて交付されたのは、1348年になってからである。チェス、サイコロ、スゴロクの書の挿絵アルフォンソ10世の宮廷では、書術活動とともにアラビア語文献の翻訳が推進された。 1085年から続いていたトレド翻訳学派は国の講演を受け12世紀ルネサンスに大きな影響を与えた翻訳学派にはイスラム教とユダヤ教とキリスト教徒の学者の集団が属していた学術書以外に図説書チェスサイコロスゴロクの書説話集ムハンマドのはしごの書が翻訳された幼少時に 年代記を読んだと推定され、翻訳事業の推進者だったトレド、大司教ロドリゴ・ヒメネス・デラダの影響を受けたとされるアルフォンソ10世は、翻訳事業には即位前から着手しており、1250年に、宝石の書、1251年に、グーは、カリーラとディムナのアラビア語から、カスティーリャ語への翻訳を講演している。ただし、カリーラとディムナについては、 彼が翻訳を命じたかは定かではない。アルフォンソ10世の即位より、前のトレド翻訳学派は、カスティーリャ語に翻訳した書籍を、ラテン語に重訳していたが、アルフォンソ10世の時代に重訳は行われなくなる。カスティーリャ語で記述された文献が参照された地域は、カスティーリャ内ちに留まった。アルフォンソ10世は13世紀当時のカスティーリャで、 支配的言語の地位にあったラテン語からの脱却を目指し、歴史学、宗教、文学の分野でもラテン語に変えて、カスティーリャ語の使用を推進した。そして、カスティーリャ語は著述活動以外に、司法の場でも公用語として用いられるようになった。しかし、国外に発せられる公文書では、以前としてラテン語が使用されていた。 アルフォンソ10世が講演したカスティーラ語による著述活動においては、書き言葉として必要な語彙が、ラテン語、ギレシャ語からカスティーラ語に輸入され、既存の単語から多くの派生語が生まれた。新しい語彙の輸入に際して、編纂者には単語の出所の明示と定義づけが厳しく要求された。 綴り寺には一定の原則が設けられ、アルフォンソ10世の時代の文献に現れた綴り寺の体系はアルフォンソ聖書体と総称される。アルフォンソ聖書体は不完全なものだったが、基盤となる部分は後世に継承された。アルフォンソ10世が行ったカスティーリャ語の推進活動は政治、文化的な意図が含まれていた。その活動は政治と文化の大衆化。 支配者から民衆への意思伝達の改善による国内の統一の強化を目的としていたと思われる。アルフォンソ10世の時代にカスティーリャ語に文章語としての規則と文化的権威が付加され、イベリア半島の一方ことだったカスティーリャ語の使用範囲は拡大した。翻訳事業に影響を受けた人物にアルフォンソ10世の老いのフアンマヌエルがいた。 おじの作品と蔵書を読んだ彼は、著作に、熱中、1330年に、国家論を書いたほか、1335年に書いた、ルカノール伯爵は、カリーラと、ティムナガ・カスティーリャにきっかけを与えたフィクション創作の、講師に、位置づけられている。アルフォンソ天文表様々なアラビア語文献の中でも、アルフォンソ10世が興味を持っていた、天文学。 先生術の書籍が多く訳された。天文学の書では、プトレマイオスの天道説に基づく天体の動きが体系的に説明され、随所に道徳、宗教的な説話が挿入されている。他に天体の動きと宝石の関連性について述べた宝石の書が訳された。トレドでは、アストロラーベや時計などを用いて天体観測が行われ、その結果をとにや、 イコールザルカーリーが作成した天文表を修正した。天文表は彼の名前をとってアルフォンソ天文表と呼ばれるが実際にアルフォンソ10世の下で作成されたかを疑う意見もある。スペイン史の写本アルフォンソ10世在位中のカスティーリア王国ではイベリア史と世界史の編纂事業が行われスペイン史と世界史の2冊の年代記が完成した。 死書の編纂に際しては、アルフォンソ十世自らが編者を選定し、校閲に当たった。スペイン史の編纂に当たっては、国王年代記、古典史料以外に、イスラムの史料、ジョ史も用いられた。ジョ史は三文化された状態で、スペイン史に収録されており、その中には、元の史が散逸したものも含まれている。 いずれの年代記の記述も史実と虚構が混在しているが、こうした傾向には中世ヨーロッパ人の歴史観が現れているともみなせる。スペイン史では1252年までのイベリア史が扱われているが、後の時代に何度も増法、改定され、アラゴンやポルトガルでも参照された。1906年、メネンデスピダルはスペイン史を 第一総合年代記と題して出版した。当初、世界史は、天地創造からアルフォンソ10世の知性までを記述することが予定されていたが、天地創造から聖母、マリアの家父を記述するところで終わっている。世界史には、ギリシャ神話の英雄が多く登場する点が特徴として挙げられる。アルフォンソ10世は、試作を好んだほか、作曲も手がけている。 1257年から1279年にかけての時期に詩人、学士、ムア人の踊り手の協力を受けて400丁のカンティガから構成される聖母・マリアのカンティー合衆を完成させた聖母・マリアのカンティー合衆はガリシア語で書かれており西郷と王国時代の天霊下と民衆の歌謡曲東方起源の参加中世の舞踊の影響を受け トルバドゥールとトルベールの技法を取り入れている。聖母、マリアのカンティガ州の挿絵には、アルフォンソ10世と共に当時使用されていた楽器や衣服が描かれており、貴重な資料となっている。また、挿絵には、キリスト教徒とイスラム教徒の奏者が描かれており、アルフォンソ10世のカンティガの多文化性を確認できる。1943年には、 イヒニオ・アングレスによって、アルフォンソ10世のカンティーガが復刻された。1254年に、サラマンカ大学に特権を付与し、大学には、食住の付与と一定の自治権が認められた。また、アルフォンソ10世は、セビリアに、学者、詩人を集め、セビリア大学の母体となる学校を創設した。13世紀後半のセビリアは、首都トレドと並ぶ。 学術研究の拠点となった。このうちサラマンカ大学では、ポリフォニーの教育が実施されていた。ムルシアにも、キリスト教とユダヤ教とイスラム教徒が共存する学校が開設されたが、イスラム教徒の学生がカスティーリアから追放されると、教師を務めていたアブーバクルは、ナスル町に亡命した。ビオランテデ・アラゴンと1246年に結婚した。 実際に嫁いだのは1249年であるが、それは結婚時に彼女がまだ10歳だったからである。養成した二人を除いて10人の子供を設けている。フェルナンド幼少時に死亡。ブルゴスのラスウェルガス修道院に埋葬されている。ベレンゲーラ・フランス王ルイ9世の息子で、後継者だったルイと婚約したが、1260年に、 ルイが養成したためラス・エルガス修道院に入った。ベアトリス1271年、ムルシアで、モンフェラート皇王グリエルモ7世と結婚。東ローマ帝国皇帝アンドロニコス2世、パレオロゴス妃、ビオランテ・ディ・モンフェラートの母。フェルナンド・デラ・セルダから1268年、フランス王ルイ9世の娘ブラニシュと結婚、二男を設けた。 王大使であったが父より先に死去し、維持たちを尻けて、弟サンチョが、父から王位を奪った。レオノール・サンチョ四世カスティーリャ王。勇敢王と呼ばれる。コンスタンサ・ラス・ウェルガス修道院の修道、ジョペドロ・フワン、バレンシア・デ・カンポスの領主。ビスカヤの女領主、マリア・ディアスであろうと結婚し、フワニエル・トゥエルトを設ける。イサベル妖精。 ビオランテ・ビスカヤの領主ディエゴ・ロペスであろうと結婚。ハイメ・アルフォンソ10世には他にも多くの被着室師がいた。その一人ベアトリスは、ポルトガル王をアフォンソ3世に嫁ぎ、ディニス1世の母になった。またマルティンは、バリアドリッドの大修道院長になった。他に、アルフォンソ・フェルナンデスという息子とウラカという娘がいた。ありがとうございます。